ちょっと気まぐれでサイラス使っていこうと思います。結構前にダブルノア吹きたよね。 E が短くなってダブルが序盤のランク低い時あれかクーダンが短くなったんだっけ。まあおかげで、まあ、ショートトレードしやすくなりました。そういう感じです。でためカタリナ、おけ所詮サイラスもね明治なのでロングトレードは強くないです。だレベル9以降だったら強い。ダブルのクールダウンが短くなってきたら結構やっていけるって感じ。もうちょいトレードしてもいいな正直。やる、次入れたらキルだけど、わお、まあ、まあまあまあ。これ死ぬかも。危ね。ちょっと怖い。電撃だったらな、これ切り取ってるな。もらっとく？こいつの。こいつのルート全部使えると悪くないんだよな。カタリナルート。うわマジか、もういいやがってたか今の。うわよし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 、いやこのウルトいいダメージ出るわ。このウルトいいダメージ出るわ。いやこのちゃんこのあのウルト強いわ。オッケーオッケーオッケー。カタリナミセーフ者のおかげで結構持ったわ。よかったセーフ者で電撃じゃなくてよかったです。今激アツだったね。いい当たったら普通にキルじゃね。おーい死刑宣告だ。おい、いや ナイスグッドダメージ少女賞。サナウルトはね悪くはないって感じやな。待ってウルトちょっと見る。ゴミ、普通いい、ゴミ普通ってなんじゃない。あまり喜ばしくないね。いゴミが2つぐらいあるのがちょっと嫌だよ。いやこれ片にロームしてるからさ。あ確かにダイアナいるしね。確かにそういう考えもできるな。確かに確かに。で僕さカタリナ、今のカタリナみたいなこのロームがすごく嫌いで、あの運なんだよね。あの今のロームってめっちゃ視界捉えててってか、急にロームしてさウェーブの白剣も取れてなくてさ、その状態でロームしたらさ運じゃんって話。そのこっちのボットが偶然 マップ見てなかったらボットにローム決まるだろうけどさ、今回カタリナボットやったけど1アシストも拾ってないじゃん。その間2ウェーブ分 CS 落としてるでしょ。だからこのロームって運なんだよね。あれ決まったとしても決まったらさ、お俺いいロームしたなって思うんだろうけどさ、よくないんだよね。安定しないよな戦績が。だから勝ったり負けたりする。安定しないね。コスタリは先生ミッド降りて、最強最強の CG 人気だったね今。いいエヴァフロウルト9サイラスで一番強いウルト、硬さで言うとアリスターだ。アリスターのウルトが最強、もう間違いなく最強で、ダメージで言うと、いや総合点で言うと多分スウェインなんだよね。総合点で言うとスウェイン、仮定しダメージも出る。信じてはね、スウェインアリスタと比べると弱い。で今のオラフのウルトもワンチャン強いんじゃない。ちゃんとおったら完全になるのかな。こいつのクソ弱いウルト欲しくねえな俺。オーケーナイス、よろしく。出したアリは楽しいね。
はあ、どっちも超弱いね。さすがに追いつけないかなこれ。ちょっとこれウルトいらねえから使うわ。あおお、あぶねえ、あぶねえ、強えわやっぱり。やっぱこのクールダウン稼ぐためにね、このちょっと回答するってのが大事ですわ。いやマジで E のクールダウン短すぎる。 E も W も、 W は前とね時間変わってないんだけど、 E の回転率がマジでやばいよ。あれありえるね、リベンのおかげでレンジ伸びた説はある、オータラックのレンジ。さてまあコズドラでいいかな。まだね10スタック溜まったらダークシールメジャーにするんだけど、10溜まってるとダッシュ速くなるからね。だからゴンチャンピオンねすげえ結構死にやすいので、メジャーはあんまり相性良くない。ユーミがいるならありかもしれない。ユーミ付きならあり。あ、トランドル、あ、これトランドル減らうと思ってるね。じゃあ呼んなきゃダメだな。オッケー、トランドルと後から使おう。味方のタワーが破壊されました。よし強い。お互いアーマーテーマルを奪い合ったわ今。あれ結果さどうなるんだろうね、どっちが高くなるんだろう。俺が後からやるから俺の方が多分高くなるのかな。でもそっからまた あいつがもらっていくわけだよね、アーマーテーマルを。どうなるんだろうね。あ、意外とあれ長引いてるから俺も寄って間に合うか。モルテはね打った時点だからさ。でもトランドルってあの吸ってる途中に吸っていくんだよね。数値が細かく変わっていくんだよな。やばい、ダブル打てばよかった。ダブル打てばもっと余裕だったわ。今の前バットルすげえ。強すぎって感じ。これいいな。こいつウルトねえだ。こう楽しい。スキルの回転率がすごい。マジでジジー、そうだね、ジジー。